今のなんか全然噛まなかったもんね今の最後ね。やばいね今のね、スラスラ喋れたね。本日は甲斐智樹くんをゲストにお迎えして、フットボールトークを送る、フットボールトークを送る。はいどうも、フットアーティスト純でございます。今日は甲斐くんが、葉山に遊びに来てくれましたので、今日は2人でフットボールトークをしたいと思います。でこれフットアート TV っていうのが始まるからね。フットアート TV。 甲斐とのですね、まずちょっと出会いの話をしたいと思います。甲斐とは2011年に出会ってます。で僕が2012年に、ブラジルに行きたいという夢を描きまして、そしたらあの田中義弘くんが名前を出しましょう、僕たちの義弘くん、僕たちをつなげてくれた義弘くんに、ブラジルでサッカー選手をやってるやつがいるよっていうことで紹介をされました。で、アジスタですね、出会いはアジスタで甲斐と出会って、僕はブラジルに行きたいっていう気持ちがあったので、その時当時ブラジルでサッカー選手として活躍してた甲斐と、まあ、ご縁をいただき、ブラジルの情報だったりとかいろんなのをもらって仲良くなったっていう感じです。だから本当最初のフットアートのそのストーリーを本当に最初から支えてくれて、見守ってくれて、もう甲斐とはちょっともうあのちょっとアミーゴというよりもファミリアです。僕にとってはクロアチアリーグで今回、ベストイレブンに甲斐君選ばれたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですかその辺の感想は。それはポジションはどこ。それはセンターバックです。センターバックで評価されたということですね、はいはい。まあでもクロアチアなんてもう僕は今もうセンターバックもやるし、サイドバックもやるし、ボランチもやるし、サイドハーフもやるし、フォワードもやるし、もうほとんどもうだからチームが困ってるとこにやっぱ穴埋めで入るっていう感じで今やってるんで、だから今シーズンも全部ポジションやったし、そんな中でそうやってチームだけじゃなくてリーグが評価してくれたっていうのは素直に嬉しいですよね、いや本当にプレーも幅も広がり、ね、あんなに下手くそだったのに、いやいや、まあ下手くそじゃなくてもうすごいんですけど、まあ努力の選手ですからね、本当に気持ちの入った負けない1対1のところとか、本当にその辺はあのキッズたちもこういう選手がいるんだよっていうのも見習ってもらってね、世界にこうどんどん日本人が羽ばたいていただけたらと思います。ちょっと甲斐のことをすごく紹介したいので、まあ、いろんな本当にサッカーの、ストーリーがあって選手があって、甲斐は本当に今、言ってブラジル行ってブラジル行って、クロアチア行って、あモンテネグロ行って、タイに行って、そうですね、今またクロアチア戻って、はい、本当に世界をでフットボールの旅をしながらサッカー選手をやってるっていうスタイルで、その全ての子どもたちがね、こう全員が J リーグを目指すところではないっていうのを、やっぱりこういうサッカー選手の在り方があるっていうのもやっぱ知ってほしいですし、こんな時代だからこそやっぱ外にもっと日本人の良さを、まあ甲斐が多分言った方が絶対メッセージが届くと思います。ちょっとその辺はぜひ。まあ今は世界でいろんな国でチャンスがあって、日本でね、評価もし受けなくても、海外に自分から出ていけば、そこに自分に合うチームとか合う監督とかチームメイトっていうのが絶対いるから、諦めないで探せばねあると思うんで、チャンスがもう海外にも出やすくなってるんで、情報もいっぱい入ってきて、だからそういう選手がこれからどんどん出ればいいなと思っていろいろ活動してます、本当にやっぱそこにはすごくいろんなことがついてきて、今甲斐は本当に世界を本当に旅しているので、言葉も今、7カ国語7カ国語喋れるようになったっていうところで、で甲斐もやっぱこの人柄もなかなかこう、友樹っていう字がですね、この友達の友っていうのを書くんですけど、本当に友達にも恵まれて、本当にいろんな人が世界にいるってすごいよね、そうですね、まあ、サッカーで知り合った友達がね、いっぱいいるから、まあ、嬉しいですよね。甲斐とは2014年の年の頭の1月ぐらい、2月ぐらいに1月2月2人で5日間弾丸でタイの、
バンコクを中心に写真を撮りに旅に行ったことがあります。男の2人の合宿で弾丸ツアー、弾丸ツアーでほぼ寝ない、動きまくりの、写真撮りまくりの最高な旅だったんですけど、そこでも本当にやっぱりボールを2人でこうやって持って、写真持って街歩いてるだけで、ヘイって言ってくるし、話しかけてくるし、パスを求められるし、パス出したら帰ってくるし、本当ボール一つあればもう世界を旅できるっていうことをもう実感はしてるしね。世界でサッカーをやってきてるので、その世界のサッカー事情をちょっとやっぱ言ったやつにしか言えない言葉はありますから、ちょっと聞いていきたいと思います。じゃあまずブラジルから。まあブラジルのサッカーは俺も行きましたけど、まあ王国ですよあそこは。あれ、純くん行ったのはリオデジャネイロ、リオと、サンパウロ、サントス。ああ、いいとこ行ってますねそういうことでも弾丸だよ、うん、本当にほぼ寝なかったからね。でサンパウロからリオもバス、バス8時間11時間くらいですね、うん、あれもすごい夜行バスめっちゃ早いね、うんうん、めっちゃ早いからブラジルのバスは、ね、本当にこんな飛ばすの、ね、っていうのを、うん、本当に街中も、うんうん、日本のバスは安全ですよ本当に。それもね、本当日本にいると当たり前がね、海外に行ったら当たり前じゃないから、そういうのをやっぱいっぱい知ってると、まあ、人間力にも養えるよね。だ日本のコンビニにビビってっから日本のコンビニのサービスってやっぱさすごいんだって、やっぱ世界に比べると。なのに日本人ってちょっと並んだだけでさちょっとイライラしちゃったりとかさ、そういうのをなんかいろいろ感じてるので、ちょっとその辺の話もください。コンビニの話。いやコンビニじゃなくてよブラジルのサッカーの話。ブラジルのサッカーの話。まあブラジル、まあ僕21で行きましたけど、21歳まで25歳から始めてずっとフォワードで、ブラジルでもフォワード最初やってましたけど、うん、うん、ブラジルはフォガードって言って自己中の選手がフォワード多いんですよ。でも自己中じゃないとブラジルのフォワードやっていけないっていうのを痛感して、僕はフォワードやめましたポジションチェンジしましたそしてポジションどっちだ。ポジションはサイドハーフになってサイドバックまで行ったね、ブラジルでは。監督とかいろんな人に出会ってサイドバックの面白さとか教えてもらって、たまたま僕がいたチームにコーチで元レアルマドリードのビートルっていう選手がいて、その人はコーチでいて、その人カフーの前かな、カフーの前のブラジル代表のサイドバック、でその選手にブラジルのサイドバックはフォワードの次にブラジルで一番大事なポジション、そこやってみないかって言われて、面白さすごい教わって。ブラジルのサイドバックなんて攻撃の時センターラインより前で攻撃でボール受けますからね、うん、でそれより後ろでボール受けたらもうワンタッチで畑、うん、でもう一回出てけって言われて、だもうダニエル・アウエスとか見てれば分かるみたいに攻撃好きな、もうそんどだよね、うん、ロベカルとかね、うん、だから守備の選手っていう感覚じゃないんですよね、うん、攻撃の一枚だから、うんうんうん、いい話なんじゃないですかこの辺はじゃ次はどこ行ったっけ。クロアチア、モンテネグロ、モンテネグロ、モンテネグロの時一回あそこの国も行ったよね、ちょっと戦争がある。シリア？違うよ、コソボ。コソボ行ってますから、うん、コソボはね、モンテネグロでプレーしながら新しいチーム探してて、でセルビアも行ったしコソボも行って、その時コソボがウェファの、加入、ウェファに加盟が決まったんですよ。コソボってもう戦争内戦をしてるんで、ウェファに認められてなくて、ウェファとかフィファに認められるっていうことはある程度国のなんか平和とかそういうのが保たれてるっていう基準でもあるらしいんですけど、それに入るっていう話で、でコソボのリーグで、まあ、もちろん1位になればチャンピオンズリーグの予備予選とかそういうのに出れる可能性があるから、そこすごいチャンスかなと思って一回行ったんですよね。そうなんですよ。でもこのそれこそ夜行バスでセルビア行ったりとかコソボ行ったりしましたけど、コソボは国に入った瞬間怖かったもうなんかなんて言うんだろう、感じる、あ、ここ
行っちゃダメなんだろうなみたいなのがもう国全体でその雰囲気があったから、あれはちょっとここで契約して1年プレーする勇気は出なかったですね。でコソボテスト行くときだけはやっぱ親にも言わなかったし、今日セルビア行くよとかモンテネグル行くよとかテスト行くときいろいろやっぱ報告しますけど、コソボのときはさすがに、ね、言えなかったね。だから契約しないで帰ってきたときにコソボ行ってきたよって言って報告しましたけどね。すごいよやっぱね、そんなことなかなか体験できないし。で次がモンテネグロ、モンテネグロからクロアチア、クロアチア、クロアチアは東洋のブラジル、ブラジルって言われてるぐらい、うん、最高のねいい環境ですし、すごい綺麗な街なんですよね。これも僕クロアチアも行ってみたいです。で海の方はね綺麗なんですよね。天空の城ラピュタとか、うん、そういうののモデルになってて、うん、魔女宅もそうですよね。あ、そうなんだ、うん、へえ、あんなリアルに それがだからドブロブニクとか、あその地域に行くと、そうそう、海の方なんかこう崖みたいなんだよね。そう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 、で赤い屋根で、もうあれは多分ドブロブニクの街が世界遺産かなんかになってるから、多分屋根はこれで統一しましょうみたいな、多分今もういじっちゃいけないようになってると思うんですけど、だから わざと外観はそのまま残ってるんで、ちょっとボロそうに見えるけどすごい綺麗で、中なんて、ね、内装を綺麗にしてるから、また外と中で全然違いますけど。でまたその後タイですね。タイ一回タイに、一回タイで、でタイはアジアということで、いろいろそこでは苦労してね、うん、タイはね勝てなかったから苦労しましたね、うん、ちょっとやっぱ顔も死んでましたから、あの時のカイ君は。うん、まあ、ジュン君とはどこの国にいても、ね、はい、スカイプで話したり、はい、今でこそね、LINE があって、ね、あの連絡をこう常に取らせてもらって、状況を聞いていますけど、うん、その時の発言とか、顔色もやっぱ、ね、元気なかったのでね、で今またクロアチアに戻り、うん、今はいい顔でサッカーを楽しく。できてるみたいな、それ一概一番ですよ。カイ君が今、日本に帰国中で、2月の下旬ぐらいまでは日本で活動してます。で、カイがまあ個人的にいろいろな活動してます。うん、その辺はちょっとカイの Facebook とかでそういうのでチェックしてもらいたいんですけど、まあ、子供たちにね、そういうなんかスクールとかのお話を、うん、そうですね。海外で自分たちが経験してきたこと、そういうのをやっぱりこう現役の間にどんどん伝えていきたいんですよ。でだからオフで帰ってきた時は日本でスクールをやったりとか、パーソナルで個人レッスンしたりとか、そういうのをやっていて、今度12月の26日も平塚のバニューで、ゲーム会という形で海外でやってる選手とか、あとは大人から子供までみんなでグラウンドでサッカーしながら、その勝負どころとか、そういうところの話をしながら子供たちとサッカーしようかなっていうのを今企画してて、それが今のところ一番のイベントですかね。その辺のなんか募集の集め方とかはまた、それはまた Facebook に今後載せようと思ってるんで、はい、ぜひぜひちょっとそこに参加してもらって、まあ、リアルの会の人柄も感じてほしいし、やっぱ実際向こうで戦っている選手から伝わる言葉っていうのは絶対違うと思いますので、チェックしてください。僕がですね、年内あと1回、出展を控えてます。12月の16日、場所は藤枝です。王国静岡に乗り込みまして、フットボールに愛する作品を多くの人に見てもらえるように今絶賛準備中ですので、こちらもぜひ遊びに来てください。詳細はまた自分の SNS の方で発信していきますので、よろしくお願いします。まあ、12月、入りましてラストスパートです。多くの方に届いてほしいという思いで作ったカレンダー、ぜひ中も大公開してますので、一つ一つに思いこもってます見てください、届いてください、感じてください、よろしくお願いします。はい、お願いします。以上、本日はカイトモキ君をお呼びしてフットボールトークをお送りしました。最後までご視聴ありがとうございます。フットアート TV のチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。チャオ。チャオ。